はい、今回の動画では、Photoshop で写真の背景をぼかす方法を解説をしてみます。で、まあ、一眼レフのカメラなんかで撮った写真だとね、もともとカメラの方でそういう背景をぼかして、このね、手前の何かものを焦点を当てるってことができますけれども、まあ、スマートフォンとかでカメラだとなかなかそういった撮り方ができませんので、まあ、Photoshop を使うとですね、まあ、簡単にそういったこともできますんでね、早速そのやり方を解説してみたいというふうに思います。じゃあ、それでは今回ね、この後ろの方にあるこのリンゴを、まあ、ぼかした感じにしてみたいと思いますんで、今回はですね、この、こちらですね、この長方形選択ツール。こちらを使ってこうドラッグして、この後ろのリンゴをこんな感じで選択しちゃいます。こういった形。で、まあ、これだとですね、この境界線がちょっとはっきりしすぎちゃいますんで、このね、選択、長方形選択ツールでドラッグすると、この上のところにこの境界線を調整っていうのが出ますんで、まあ、ここでちょっと境界線をぼかしてあげるとより自然な感じになると思います。まあ、こんな感じ。まあ、この辺はね、こう、画面で見ながら調整していってもらえばいいと思うんですけども、今回ちょっとまあ 9.4 とかになってますけど、このぐらいでやってみたいと思いますんで、これで OK ですね。でこの状態で、今度上のこのフィルターというところですね、こちらをクリックします。そうするとこの中にぼかしというのがありますんで、まあ、ここでいろんな種類がありますんで、まあ、この辺もですね、いろいろご自身で試して見てもらうといいと思います。まあ、例えば背景をぼかすときなんかはですね、このレンズとかっていうのを使うとより自然になると思いますんで、まあ、今回はちょっとこのぼかしレンズを使ってみたいと思います。はい、まあ、こんな感じですね。はい、であとこの辺でもね、まあ、いろいろ細かく調整はできますけども、まあ、これで結構背景は簡単にぼけてると思いますんで、これで OK ボタンを押します。はい、であとはこの選択範囲のこの解除ですね、をやって、これで確定という形ですね。はい、まあ、こうするとね、先ほど背景のまあリンゴが結構はっきり写ってましたけども、背景をぼかした感じの写真にすることができましたということですね。はい、まあ、こういった感じでですね、まあスマートフォンで撮ったカメラだとなかなかこういう背景をぼかすっていうのが難しいので、まあ、そういった写真でちょっと一眼レフっぽいね、こう写真にしたい場合はですね、このぼかしの機能をね、うまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。